全然違う話なんだけどさ、マジほんと全く関係ない話していい？みんながコーヒーの話してくれてるのに全く関係ない話なんだけど、なんかこの間さ、なんだっけな、移動してる時になんかすごい可愛い小学生がいて、なんかそう、倉持そのさ、なんかそのなんか小学、多分小学生だと思うんだけど、小学生男子2人がいて、倉持その前にこう立ってたのよ。でなんかあの、まあ別にそのわざわざ話を聞いてたっていうわけではなくて、多分電車かなバスかはちょっと忘れちゃったんだけど、まあなんか周りは静かなんだけど、いやまだ早いまだ早いまだあのおまわりさん電話するの早いそうなんですけど、なんかその周りがめっちゃ静かだったから、なんかその2人が話してるのがめちゃくちゃ聞こえたのよ、よく。でなんか普通にさ、ふんふんふんって携帯とか見てて、そしたらあの片方の男の子が、そのもう片方の男の子に、なあなあお前さ、お母さんに言えない悪いことをどのぐらいのレベルまでしたことあるって聞いて、もうさ、その時点で私さ、携帯を見てたさ顔をさバッて開けてさ、なんだその可愛い質問と思って、そうで、そしたらなんか片方の男の子が、え悪いことみたいな、え悪いことええみたいな。でそしたら多分その質問じゃ多分ピンときてないなと思ったのか分かんないんだけど、その質問してた男の子が、あじゃあいいよ、じゃあ どれぐらい、なんかお母さんについた嘘で一番悪かったやつ何お前がお母さんについた嘘の中で一番悪かったこと何でもほぼ同じなんだけど言ってることそう、なんだろうみたいな言ってんのよ。もうなんか典型的にこう質問してる側の男の子はなんか悪ガキって感じで、あの質問されてる側の男の子はなんかのほほんとした感じだったのね。でなんか悪いやでもさーみたいな、でもそれ今言っていいのかなみたいな言ってたのよ、質問された側がね。だからあ、どんな悪いことなんだみたいな、どんな悪い嘘ついたんだろうって思って、私もその質問した男の子も結構なんか結構気になり始めたわけね、何みたいなでなんかいいから言えよみたいな言われてて、じゃあ宿題やってないのにやったとかになれと思ってめちゃくちゃ可愛くて、そう私マスクしてたからよかったものの、もうニッコニコあまりにも可愛くてそうでさ、まあ私たちからするとさあー可愛いなって感じじゃん。なのになんかその質問した側の男の子もその宿題やってないのにやったとかって言ったその返事に対して、お前それは悪い嘘だなお前それ怒られねえのみたいなかわいいマジでかわいいと思って、そういやそうどっちもいい子だったのよそうでそしたらなんかどんどんそのさ質問側の男の子はなんか、じゃあさなんかそう、そこからが私よく分かんなかったんだけど、なんかね、あれって思ったんだけど、なんかじゃあさお前さ他の友達に言えなくて俺にだけ言えることあるって言い出したの。
あららと思って、な、何この展開、え、何この展開って思うわけ。どういうことって思って、そうで質問された男の子も、えみたいな、え、どういうことみたいな、いやだから俺にだけ言えることあるそう、矢印がさでっかくて意外と質問した男の子から、質問し、あの何、質問した男の子の矢印がすげえでかくて、あれあれって思って、そうで、って言って、でその流れで、いやだからお前好きな子とかいんの、好きな人いないの教室に、何々とか何々とか言い出してで、もうさ、しかもさ、そのさ質問された側の男の子もさめっちゃ分かりそうな、こういう感じで、のもうどんどんなんか後ろにさ のけぞって、そんなこと言えるわけないよとか言ってで、俺に言えないんだ、ふーん、じゃあ何々にはって、そう、男の子の友達の名前なのか分かんないけど、まあ、仮にじゃあ大輔には、ゆうたには言えんのみたいな、で、いや違う、言えないよみたいな、いや いいよもうみたいな、え、言えよみたいな、っていう話を最後まで聞いてたかったんだけど、私は降りるところになっちゃったから、うわあ、これどこまでも付き合うかこいつらにって思ったんだけど、さすがに無理だと思って、まあ、幸せになってくれって思いながら降りましたそう、なんかすごい幸せな気持ちになった、なんか、あ、なんか忘れてたな、こういう気持ちみたいなこういうなんか、その悪いことを、お前何したことあるのって、宿題やってないのにやったとかの気持ち忘れてたなって思って、そう、すごいね、あったかくなった、うん、ガチで心洗われたね、うん、普段いかに汚い心で生きているかというのが分かりました、自分が、うん、そうなんですよ、可愛かったな、結局ね好きな子は誰だったのかとか気になりましたけどね、うん、ダメでした、連載はいつね、私待ってんだよね、私も連載を待ってるんだけど、そうちょっとね、まだあの漫画家さんをアサインするところからかも、うん、そうなんですよ、いやせっかくだったからね、そうみんなもほらもう心がすさみきってるでしょ、どうせどうせすさみきってるお前らにも教えてあげようかなと思いましてはい社会に、社会とこの ネット社会に染まりきってるからそうよ、うん、そうなんだよな、はい、おもろ、まあそういうわけでね、そんな可愛らしい純粋なガキンチョたちの話をお前らにして、私は今日は終わりにしようと思うよ。